三笘薫がサッカー日本代表の敗戦に涙、試合を通して全部が足りなかった。サッカー日本代表は、現地時間5日に FIFA ワールドカップカタール2022決勝トーナメント1回戦でクロアチア代表と対戦。前半に先制点を決めたが後半に追いつかれ、PK 戦の末にクロアチア代表に敗れた。動画、熱狂、日本代表、カタール W 杯前後ゴールまとめ。日本一の1クロアチア FIFA ワールドカップカタール2022決勝トーナメント1回戦。三笘薫はグループリーグ全試合に途中出場。左サイドから何度もチャンスを作り、スペイン代表戦では逆転ゴールをアシストする活躍を見せた。クロアチア代表戦では64分から出場。相手に警戒されたためなかなかドリブルを仕掛けることができなかったが、延長前半には自陣から運んでミドルシュートを打つなど、相手ゴールを脅かした。敗戦後に三笘は、試合を通して全部が足りなかったと思います、と、言葉を詰まらせながら語った。またこれからについては、次の W 杯で勝てるようにやるしかないと思います、と、溢れる涙をこらえながら話した。号泣する三笘薫を、ずっと田中碧が慰めてる、PK 失敗後の姿に感動、二人の絆に涙が止まりません。2022年12月6日のワールドカップ、W 杯、カタール大会決勝トーナメント1回戦の対クロアチア戦で、PK を外して号泣する日本代表の三笘薫選手に、田中碧選手が隣に寄り添っていたことが、泣ける、と話題になっている。写真、号泣する三笘に寄り添う田中碧。鷺沼兄弟の愛称でおなじみ。三笘選手は PK 戦の二人目のキッカーを務めるも、左に蹴り込んだボールは相手ゴールキーパーに阻まれた。この時、三笘選手の元に真っ先に駆けつけたのが、盟友。田中選手だった。三笘選手と田中選手は川崎市立鷺沼小学校の先輩、後輩の関係で、少年サッカークラブ、鷺沼 SC 出身の幼馴染。その後共に川崎フロンターレに進み、鷺沼兄弟の愛称でサポーターらから親しまれている。その後、3人目の浅野選手がシュート決めた直後には三笘選手の肩を田中選手が抱く後ろ姿が、4人目の吉田選手が外した後にはこらえきれず目を抑える三笘選手を支える田中選手の姿が中継に映し出された。試合終了後にピッチから引き上げる際にも、泣き崩れる三笘選手の隣にはずっと田中選手が寄り添っていた。二人の姿に SNS 上では、三笘さんが外した後も真っ先に行くの田中碧なのよ、二人が同じピッチにまた立てますように。三笘の涙もそうだけど、泣いてる横でずっと田中碧が慰めてるところで余計泣けた。三笘選手と田中選手のお二人の絆に涙が止まりません。鷺沼兄弟、三笘さんも碧も本当に本当にお疲れ様でした。などの書き込みが相次いでいる。W 杯、三笘薫、涙で言葉にならず、蹴った責任がある、PK 2番手も GK に阻まれ、4年後に。より小さい FIFA ワールドカップ、W 杯、カタール大会、日本一、1PK3、1クロアチア、決勝トーナメント1回戦、5日、アルワクラールジャヌーブ競技場。写真、PK 戦、シュートを止められる三笘。日本が前回準優勝のクロアチアに PK 戦の末に敗れ、初の8強進出はならなかった。MF 三笘薫、25イコールブライトンは後半19分からピッチへ。延長前半には枠内へのシュートを放つなど見せ場を作ったが得点はならなかった。PK 戦では2番手を務めたが、ゴール左を狙ったシュートは相手ゴールキーパーに阻まれた。試合後には号泣し、言葉にならない場面もあった。一問一答は以下の通り。惜しい試合だった。PK を蹴った責任が僕にはある。迷惑をかけてしまった。キッカーには自分で手を挙げた。そうですね、勝たせたいと思って、前日も決めましたし、いいフィーリングだったので。途中出場した際には、どんな思いだったか？やっぱり試合に入るのが難しくて、徐々に入りましたけれど、チャージを取りに行ききれなかったところは悔いが残る。そういう実力だったなと感じています。行ききれなかったというのは、今日の試合で。そうですね、今日の流れを変えられなかったというところで。なかなか外からえぐる機会を作り出させてもらえなかった印象も。自分のミスが多かったし、相手が二人来ても振り切らないといけないところもありましたし。決勝トーナメントに入り、負けたら終わりという重圧が影響したところは。いや、そこは感じていないですね。やることは一緒だと思っていたので。
ボールが来ればドリブルを仕掛けたり、しっかり左サイドを守ったりということは。延長では持ち込んだシーンも作った。もっと精度を上げないといけないと感じました。大会を通じて、世界にインパクトを与える活躍だった。自分の役割は全うしようと思いましたけれど、悔しさしかないです。いろいろな選手たちの思いがあったので、自分が蹴るべきだったのかなというのはちょっと思います。勝たせなければという話も出たが、覚悟の部分を振り返ると。毎試合その思いを持ってやっているので、自分のいつも通りの気持ちで入りましたし、覚悟は持ったつもりだったけれど、ちょっと足りなかったのかなと思います。今後の日本代表を自分が引っ張っていくという思いは、それは思っています。そういう存在にならないといけないと思います。この W 杯で手にしたものは？何ですかね？ちょっとわからないです。その涙の意味というのは、いや、僕よりも強い気持ちを持っている人に対しての申し訳ないという思いです。今後はどんな存在になりたいか？チームを勝たせる存在になりたい。W 杯で活躍できる選手がいい選手だと思う。4年後にもう一回頑張りたい。三笘薫、号泣、クロアチアに敗れ、全部が足りなかった W 杯。次のワールドカップで勝てるようにやるしかない。現地時間12月5日、カタールワールドカップの日本対クロアチアが行われ、1-1で延長戦に突入。120分でも決着がつかず、PK 戦で日本が敗れた。日本は43分に前田大然が先制ゴールを奪ったものの、55分に失点。その後は一進一退の攻防が続きながら延長戦に突入し、120分でも決着つかず、PK 戦で敗れた。試合後、フラッシュインタビューに答えた三笘薫が、絞り出すように悔しい気持ちを明かした。試合を通して全部が足りなかったと思います。そして三笘は、次のワールドカップに向けた質問を受けると、こう答えた。次のワールドカップで勝てるようにやるしかないと思います。相当な悔しさがあったのだろう。コメント後、三笘は号泣していた。ただ、取材の最後に、三笘選手のプレーは世界に衝撃を与えてくれました。ありがとうございました、とインタビュアーから称賛されたように、三笘のドリブルに魅了されたサッカーファンは多いはずで、誰もが心を打たれただろう。やっぱりすごい、夜中に叫んでしまった圧倒的存在感。三笘薫の長距離ドリブル、強烈ミドルに反響。W ハイラウンド16。日本が誇るドリブラーが相手ゴールに迫る。日本代表は現地時間12月5日、カタールワールドカップの決勝トーナメント1回戦でクロアチア代表と対戦。途中出場の三笘薫のプレーに反響が集まっている。1対1で迎えた延長前半終了間際の105分、三笘が長い距離をドリブルで持ち上がり、カットインから右足を振り抜く。強烈なミドルは GK にセーブに遭い、得点とはならなかった。途中出